ココとフランシスコ・ホセ・オリーバス・アルバはスペイン・アンダルシア州マラガ県アンテケーラ出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンのレアル・バラドリードに所属しているポジションは DF。地元マラガ CF のカンテラから2006年に B チームに昇格し、2006から07シーズン途中にトップチームデビュー。同シーズン終了後にビジャレアル CF に移籍。 加入後にシーズンを B チームでプレイし、2009年8月30日の CA オサスナ戦でラリーが初出場。しかし、事前のバレンシア CF 戦ではペナルティエリア内でダビドビジャにファウルを犯して退場処分を受けてしまった。以降トップチームには定着できず B チームでのプレイが中心となった。以降はコルドバ CF、CE サバデルと渡り歩き、 2015年7月24日に、ジローナ FC と契約。2016から17シーズンは、西軍ダディビシオンで2位で終え、初出場のリーガ昇格に貢献した。2017年8月22日、レアルバヤドリードに移籍。2017から18シーズンは2部で5位で終え、昇格プレイオフを勝ち抜き2013から14シーズン以来のリーガ復帰に貢献。 2018から19シーズンは残留争いを強いられながらも最終ラインで奮闘しリーガ残留に貢献した。ありがとうございます。